どうも、山崎亮です。YouTube のコメントで質問をいただきましたので、その質疑応答にしたいと思いますが、えー、っと、質問ですね。 山崎さんは場所がどこであれそこにいる人が、まあ、どのような性格であれあるいは対象となる分野がどんなことであれコミュニティデザインに取り組むにあたって大きな軸があるのかなというふうに感じますといつでもどこでも誰とでもコミュニティを作るって書いてくれてますけどあ、まあ、その軸として意識していることありますかっていう質問ですねあの、まあ、考え方とか姿勢とかゴール設定とかということですね なんか軸があるように見えるそうですね。どうなんだろうか軸。なんか考えてること自分があまりその特別だとは思っていないけどよくあの人からこう考えてるんだって言う指摘されることはやっぱり性善説みたいなことですね。山崎は 本当に人間はいい人だと思い込んでるみたいだねって言われますね。それは揶揄されてる時もあると思うんですけど、なんか信じすぎだよっていうか、人々はそんな街づくりとかいいことやろうと思ってるって本気で信じてんのみたいに言われることがあります。まあそういう余裕がない人やそんな風に思わない人っていうのもいるんだろうなと思いつつ、やっぱどっかで、 いいいいここことととととやりた信信じじてててるるるるろっっのはああでしょうね信じちゃが思ますだからそこがナイーブだというかですね多分世間知らずだというか人間の本質が分かってないっていう感じになることは多いですねそう言われることは多いですそんなに人はいいことやりたいと思ってるわけじゃないとか誰もがそんな志が高いわけじゃないとかっていうふうに言われることは多いですねまあ現実はそうなのかもしれないんですけど僕は 相当わがままだと思いますけど誰もがやっぱり、うん、といい存在でありたいと良き人間でありたいと思ってると、まあ、あるいはそう思いたいという自分がいるんだと思います、うん、でそれが多分ん鼻持ちならない性善説者になってるんだと思いますねそしてそのとても腹が立つ楽観主義者だというふうに見えるんだと思いますねそう見えるとすりゃそれは大変申し訳ないなと思うんですよただ どうしようもないわけです。その、豚骨ラーメンが好きで好きでしょうがないという、うん、そういう人間な,んなのです。何を言うとんねんとかですけど、だからちょっと臭いかもしれないですよ。豚骨のにおいが臭いと思う人にとってやっぱり臭いんだと思いますね。でも好きでしょうがないんですよ。もうとにかく毎日でも食べたい、豚骨ラーメンが。で、これ、好きだと。誰もが豚骨ラーメンが好きだと思うなよって言われても、 世界中全員豚骨ラーメンが好きだと思いたい僕の気持ちを口に出しちゃいけませんかていう <laughs> で。で、だからお前も好きになれというつもりはないんですよ。あの、もし嫌いな人がいるなら全員好きになれというつもりはないんですけど、きっとみんな豚骨ラーメンが好きになると思っているっていう厄介なところがありますね。厄介なところがあります。 <laughs> 事実身近な人でも豚骨ラーメン嫌いっていうか食べらんないっていう人もいますし気持ち悪くなるっていう人もいるんですけどうーんまあでも僕は好きですというふうに言うのはもうしょうがないんじゃないそこは許してよって思うねそれとまあかなり僕の中では似た感覚なんですけど人間は誰しも良き存在でいたいと思ってるはずなんだと思ってねっていう人もいるかもしれません。 そう思わせてくれと僕に。だ僕はそう思いたい。みんな心の奥底ではいいことしたいと思ってるし、良き人間でいたいと思ってる。でも、でもがつくわけですね。みんななんかその先に。でも、うん、仕事忙しくてそんなこと言ってる場合じゃないんだとか。でも 人と関わって傷ついてきたことがあるんでちょっと嫌なんだ本当は人と関わるのが嫌なんだっていうとかねでもめんどくさいじゃない本当はそれってっていうかこれでもっていうのが全部あるんだけどそのでもを取り除いたら良き存在でいたいしあの人にいいことをしたいと思っているそれができない状況に今いるんだ私はっていうね あるいはそう,そういうポジティブなことを考える気分じゃないんだとかそういうことはあるでしょうね。だからその良き存在でいたいとか社会の課題に取り組みたいと思っているとか少しでもその自分たちの住みよい町のようなものを作りたいと思うとかこういう気持ちに蓋をしなければ今そう思えない人たちの状況を和らげていくということを我々はしたいと思っちゃうんですよね。 余計なお世話だって言われるかもしれないんですけど、厚苦しいって言われるかもしれないんですけど、うーん、なんかそこを信じていて、しかもそれを信じる自由のようなものっていうのについてはもう、隠す、なんだろう、こう、私たちの勝手にさせてくれよっていう感じですね。私たち、私の勝手にさせてくれよ。良き人でいたいと人間は、 思うはずであるという思い込みぐらいはさせてくれよと。思い込ませてもくれないんですか思い込ませてよっていうそういう感じですかね。だから多分全国いろんなところに行ってコミュニティデザインとかいうふうに言ってられるんじゃないかと思うんですよ。でそれがそのいろんなところに行ってねその街づくりみたいなことをしたいでしょそれがもし楽しいものだったり。 好きな仲間と一緒にできるならね、嫌いな人と一緒にやれとは言わない。あのチーム分かれてもらったらいいから、気が合う人、今気が合う人たちと一緒にやり、気が合わなくなったらまた別の人たちと一緒にやり、だけど、いずれもなんか地域のためになることを楽しくおしゃれにやっているということが、えー、自分にとって充実した生活や人生になっていくなと思えるなら一緒にやりましょうよと。そして僕は個人的に、全員そう思えるはずであると思っちゃってるっていうところがありますね。 そこが暑苦しいんだろうなとは思いますけどね。全員そう思うでしょあのいろんな条件はあってそうは思えない人もいっぱいいると思うんですけどでもいろんな条件が吹っ飛んだらですね自由にこう表現していいよってことになればやりたくないそれって,っていうその。過去に嫌な思いがあったとかめんどくさそうとか仕事が忙しくてそんなことできないとか。 スマホのゲームの方があるいはテレビゲームテレビゲーム言わないのかオンラインゲームとかの方が面白いとか映画とかねネットフリックスとかアマゾンプライムとかで見てる方が楽だとか楽しいいろいろあると思いますよあると思うんですけどそういうの全部取り去ってみたらうん誰かのためになることを楽しい仲間と一緒にやってその人たちから「わ助かったわどうもありがとう」って感謝されることって 嫌なことじゃないんじゃないかなって思ってますね。なのでまあこの手の考え方の人間っていうのはいろいろ嫌われますしうっとしがられますしあるいはそのまぶしがられる時もありますしねまぶしすぎるって言われる時もあります。そんな神々しく輝いてる部分なんか何もないわけですけどやっぱりちょっとポジティブすぎるのかもしれないですね。このなんか 生前説的楽観主義みたいなものっていうのはコミュニティデザインをやっていく時にある軸として意識していること意識というよりもほとんど、えー、自分の好みの問題というかあ,あるいは考え方の癖のようなものだと思いますだから何かあまあ僕の その態度のもとにあるものっていうのは何かあるんじゃないかって考えてみればそこかなって気がしますね人間の生前性のようなもの良き存在でいたいと思う,うーそういう人間の本質を信じて疑わないというところですねそこについては多分一貫している軸のようなものなんじゃないかと思いますあの。 僕は別にそんな聖人君主とかでも全然ないわけですし悪いところはずるがしい怖いところいっぱい持ってますから。あの 全ての側面について人間は良きものだと思ってるわけではないですよ。人を騙す人もいるだろうし、この人が僕を貶めようと思ってるんじゃないかっていうふうに、えっ、ー、と、怪しんだりとかですね、疑ったりすることもめちゃくちゃいっぱいありますね。こういうことになるかもしれない。この人今こう言ってるってことは将来的に多分こういうふうにいくかもしれないな、みたいなことを考えて、じゃあ事前にちょっと距離を取っとこうかとか、事前にちょっとこの言葉を泣きかけとこうとか、とか、だからこうネガティブなこともいっぱい考えるんです。普段の生活は。ただ、 まちづくりという文脈でいうとワークショップに集まってきてくれる方々からいうとこの人たち他ではいろいろとねその、えー、ずるいことも考えてるかもしれないし僕と同じように僕の同じように悪いことこも持ってるかもしれないけど中身こうほじくり返していくと真ん中には多分その地域の中で自分は良きものとして生き続けてみたいし。 それから用い振る舞いをして誰かから褒められたり感謝されたりすることを嬉しく感じるんじゃないかなって思っているということですね。あの他に金儲けの話とか何かもっと別のゲームで絶対勝ってやろうとかいうような時にとても激しい気持ちだったりずるい気持ちだったりあくどいことをやってしまう人がいるのはまあいると思いますしそんなのはみんなそういうことを考える時あるんだろうなと思うんですけど。 マッチ作りみたいなものをやりに来た人たちについては、うん、信じてるところがありますね。そんな感じかな。なので、すべての人を私は信じてますとかね、神のようなこととか、イエス・キリストのようなこととかは当然言えないわけですけど、なんか、いろいろあるけど、<laughs> いろいろあるけど、いいことしたいんでしょっていう。<laughs> いいことやって、スカッと気持ちいい感じになりたいんでしょっていう。 でそれは僕もありますよで。やましいこともいっぱいあるし、めんどくさがりだし、鬱陶しいこといっぱい考えてるけど、やっぱスカッとしたいんですよ、みたいな、そういうところはやっぱありますね。だからそこはなんかこう、通じているんじゃないかと思いながら、ワークショップを進めてます。たまにだからそうじゃない人がワークショップ参加すると、鬱陶しくってしょうがないかもしれないですね。なんだこいつは、お,お前と一緒だと思うなよ、みたいな、その暑苦しさを感じることはあるのかもしれないんですけど。 そういう人に対しても、でもねってたまたこれ言いたくなっちゃうんでしょうね。全然イエスじゃないんですけど。でもほら、本当はどうなの本当はみんなから感謝されたいんじゃないのとか。できることなら、こういうプロジェクトを成功させたいと思ってんじゃないのとか。あの人と一緒になんかやりたいと思ってんじゃないのとか。そういうふうにいつも考えてる気がしますし。 肌感覚としては多分9割方のそこは間違ってない気がします。集まってくれている人たちはやっぱり何かそこは持ってますね。良きものとしての,あの人間性のようなものはやっぱり9割方皆さん持っていて、そこについて最後まで否定されることはあんまりないかなと思ってます。だから結果的にそこが軸になっていってるということなのかもしれないなと思いますね。ということでちょっとまあ 自分の内面の話なのでね、うまくこう言葉にできないし、ま、ろっこしいというか、繰り返し同じことばっかり言ってるようにも聞こえましたけど、自分でそう喋ってて、まとまってねえな今日はと思いましたが、まあ、ちょっとまだまとまりきらないような話、ちょっと鋭い質問だったのでね、まだまとまりきらない感じですけど、えー、どの地域に行っても誰とでも、まあ、コミュニティデザインやっていけると信じている、その軸に何があるんですかという質問については、人間への 信頼感ですかね。こう、すげえかっこつけた言い方をすると、そこですね、信じてるところ、あるいは楽観視してるところ、その性善説を楽観視してるところみたいなのがある気がしますし、多分その人間性ですね、良きものとしての人間性に対する愛のようなものがあると思います。なんか、自分もそうありたいし、あなたもそうなんだったら、つながるよねっていう。 そこを愛おしく思いたいなっていうふうに思うよなうな、ん、そんなものがあコミュニティデザインやってる時の主軸に、えー、僕が据えてるものなんじゃないかなっていう気がしました。ということで、もう14分になっちゃいますから、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。